泣いていたんだろう。彼からの電話待ち続けて、テーブルの向こうで君は笑うけど、瞳縁取る悲しみの影。息が詰まるほど人波に押されて、揺れ電車でアパートへ帰る。ただ週末のわずかな彼との時をつなぎ合わせて、君は